できてますよ。はい、では行ってらっしゃい。行ってきます。繰り返します、繰り返します。犯人は元嵐山方面へ逃走した模様。了解。遅刻とは一生の不覚。かくなる上は一秒でも早く。ちまつりたけし、ただいま参上。なんだおめえ、いきなり現れやがって、このアナクロ小僧め。千祭くん、強盗、強盗なのよ。強盗？千祭くん、抵抗するとこの娘の命はないぞ。アスコちゃん、君も大和なでしこの一人なら正義を守るため喜んで死んでくれ。勝手に決めないで。分かっている。君一人を死なせはしない。この悪党をやっつけたら俺も君の後を追う。分かってないんだよ。そうだ、撃つぞ、本当に撃つぞ。千祭たけし16歳。かな身体極めて健康。参る。授業を始める前にもう一つ転校生を紹介します。君たち入ってきて自己紹介なさい。はじめまして、時あかりです。妹のかげりです、よろしく。へえ、双子だぜ。しかも美人だ、スタイルもいい。あ、あいつら。どうしたの千祭り君。先生どうぞ。トライ君。はい。かげりさん、今度の日曜日、僕と映画でもいかがですか。でも、今初めてお会いした方ですし。
そうだよトライ、お前ちょっと手が早すぎるんじゃないか。人聞きの悪いこと言うな、自分に正直なだけだ。ねえねえかげりちゃん、トライなんかより僕とどう。こら上村、お前なんてやつだ、どさくさに紛れて。うっせえな、最初に声かけたもんが勝ちってわけじゃねえだろ。まあ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 、かげりちゃん、こういう協調性のないやつらより僕なんかどう。おお、鎌原お前どっちみちなんだよ、自由競争は民主主義の鉄則だろうが。ちょっと皆さん、喧嘩なさらないで。さっと私お付き合いいたしますから。誰と。僕とだよね。みなさんと。え、みなさんと。さあどうぞ、順番はそちらでお決めになって。何の用だ、今頃姿を現すとは。分かってるでしょ、あれをもらいに来たのよ。あれ、あれというとこれのことか。それよ、まさしくその本当だわ。おとなしくこちらに渡せばよし。さもなくばトキさん、ちまつりくんも、ここは教室よ、勉強する場所。本当奪回こそトキ一族最大の使命。私たちはそのために10年間打倒地祭りたけしを目標に山奥で修行してきたのよ。誰にも邪魔させないわ。何、俺を倒すために10年間も。あらお姉さま、私たちお父様の転勤で山奥で暮らしてただけじゃありません。あっ、というより幼がたきかな。でもさ、その宝刀ってもともと時一族のものなんでしょ。うん、13年前に父さんが向こうの影丸さんとね。時忍者の意地にかけて剣術など忍法の敵ではないということを教えてやる。剣は心に、剣の修行をもって武士道の何たるかを極める、それが剣の道だ。心正しき者に敗北はない。こざくな、私が勝ったら貴様の相手を菊一文字をもらい受けるぞ。よかろう、だが私が勝ったらどうする。時
一族伝来のこの宝刀をくれてやるわ。そうだったの。よし、決めた。アスコちゃん、私、血祭りくんの力になるわ。もっとも役に立てるかどうかわからないけど。アスコちゃん、ありがとう。この子は一生忘れないよ。もう女体アレルギーだっていうのに、感激した時は抱きついても平気なんだから、ほんとややこしい性格。そうだ、早速、女体アレルギーを治す秘策のことだけど。うん、その秘策のことだけど。方法はないんじゃない、やっぱり。あら、はあ、変に意味ありげない言い方するから汗かいちゃったよ。え、汗拭きなさいよ、これで。あつこちゃん、ありがとう。このご恩は一生忘れないよ。ちまちりくん、感謝の気持ちが足りないわよ。もっともっと強く抱きしめて。こうだね。あつこ、入るわよ。もっとよ、もっと強く抱いて。あつこ、何してたんだっけ。あつこ、何母さん、信じていいんだね、母さんは。お前をしっかりしてよ、母さん。何の用なの。あ、お前にお客さんだよ。え、お話は聞いたわ。先生にも協力させて。任せてくれ。この袋に強力な特効薬が詰まってるんだぜ。特効薬？大丈夫よね。担任の先生とクラスメートがいれば安心してていいわよね、あつこ。いいか、ちまつり。まず女性の裸に対して抵抗力をつけることだ。この本を明日までに見まくるんだ。ちまつり、トライくんっていつもこんなやらしい本見てるの。バカな、これ血祭りのために特別買ってきたんだよ。ね、先生。わあ、すごい。え、なに、わあ、これボロ。キャッ、こんな格好して気持ちいいのかしら。ひえ、はあ、はい、少しは目が慣れたでしょ。今から本物で特訓するわね。先生、君と私でやるの。はい、レオタード着て。そんな、私嫌です、恥ずかしい。平気よ、エアロビクスだもの。こら、君たち、着替える間反対向いてなさい。はい。あつこ、お茶を持ってきたわよ。開けますよ。何やらややこしい事態になったようだぞ。振り向いちゃいかん。今俺たちが振り向くともっとややこしいことになるぞ。さて、始めましょうか。ダメだ、もうダメだ、どうしよう。頑張れ、なるだけ他のことを考えろ。我慢するんだ。わかった。水金地下木土天海、水金地下木土天海。どう、少しは慣れた。地下木土天海、なんとかいいみたいですよ。地下木土天海、水金地下木土天海、水
血まつりくん、汗拭いて。ありがとう。このご恩は一生忘れないよ。だいぶ反応が早くなったわ。何かのおまじない？さあ。血まつりくん、もっと強く抱いて、強く。ありがとう。久々にたけしのやつからかってやろうかな。たけしくん、何やってんのかな。水金地下木土天界目。どういうことこれ。あの歩くゲームガンと言われてる堅物がエロ本見てるなんて。どっちが勝つと思う？実力から言えば血祭りだよな。でもさ、血祭りくんって、致命的な欠点があるもんね。ねえ。覚悟はいいわね。行くわよ、かげり。はい、お姉さん。勝負！なんのこれしき。特訓の成果を見せてやる。構わないわ、かげり。とどめを刺すのよ。任せて、お姉さま。やったわね、かげり。はい、お姉さま。これで本当はもうこっちのものよ。血祭りくん、目を覚まして。これで汗を拭いて。ありがとう。このご恩は一生忘れないよ。一件落着ですか。これで少しは教室が静かになるといいけどね。本当にこれでおとなしくなるのかしら。心配だな。あかりさんとかげりさんが転校してきてもう1週間。はぁ、私の心配は見事に的中。たけしー、今日こそは本当を奪い返してみせるわよ。しゃらくさい。取れるもんなら取ってみろ。あ、また始めやがった。ほんとよくやるわね。おい、どっちが勝つか賭けないか。よーし、ちまつに500円。乗った。あかるたちに500円。ちょっとやめなさいよ。ちまつりくんたち本気でやってんのよ。不謹慎よ。いいからいいから。じゃあそういうことで、俺、綾杉先生に500円ね。何？いい加減にしなさい。もうホームルーム始まってるのよ。いった。な、納得。毎日毎日飽きもしないで、君たちは。もう。
か千祭君の家は骨董品屋をやっているのか。珍しいものがたくさん置いてあるでしょ。死んだ主人がこの手のものを集めるのが大好きでしたから。そうですか。あの、たけしがまた何か物を壊してもしたんでしょうか。あ、いえ、今日は違うんです。はあ？実はお母さんの方からたけし君の持っている宝刀を時計へ返すよう説得してほしいと思いまして。宝刀？ええ、今学校ではたけし君と時姉妹で宝刀を奪い合って大変なんです。このままではそれこそ死人でも出そうな勢いで。たけし！嫌です！絶対返しません！誰が何と言っても俺、あの宝刀だけは返さない！返しません！失礼します。あ、千祭君待って、話し合いましょう。千祭君、千祭君。遅くなっちゃった。母さん怒ってるだろうな。待て、あかり、今日はお前たちの相手をしてる暇はないんだ。待て、おじけづいたが千祭たけし。直したらやっぱり痛いわよね。たけし、ここはやっぱりそういうことで。そうよ、返しちゃいなさい、宝刀なんて。お兄ちゃん、ビー、たけし、お兄ちゃん。母さん、話があるのよ。開けなさい。開けるわよ。鍵をかけているわ。たけし、開けなさい。たけし、母さん怒るわよ。たけし、返事をなさい。たけし、たけし、時に明かり。はい。主と陰りが嵐山高校へ転校していかほどになるかね。確か今日で一週間に。たわけ！主はそれでも時のくの一か。今日も手ぶらで帰ってくるとは。修行が足りん、修行が足りん、修行が足りん。まあ
母さん、あかりを怒らんでください。あかりはまだ高校生ですし。黙らっしゃい。元はといえば影丸、お前が不甲斐ないばっかりに宝刀を雷蔵などに奪われたのではないか。ああ、たく。おお、そうじゃ。あかり、確か明日は野外授業とか言うておったの。はい。してたけしも来るのかい。はい。そうかそうか。核戦争の危機をはじめ、大地震の恐怖、そして異常気象など、今君たちの生きている時代は非常にハードな時代になりつつある。このハードな時代を生き抜くためにはサバイバルスピリッツが必要不可欠である。というわけで今日の野外活動はサバイバル訓練をやります。それじゃまず食事の支度から。あ、ウサギかわいい。この下手くそ、早く左へ回り込め。誰だ、とどめは任せろって言ったのは。何をやっているんですか。ここは戦場じゃないのよ。何よって、生き残るためには食料の確保じゃないですか。あのね、この山は禁猟区に指定されているの。動物は取っちゃいけないのよ。じゃあどうやって食料を調達するんですか。いい、何も動物ばかりが食料ではなく、山菜や木の実、草だって食べられるのよ。全く君たち二人は体力が有り余っているようね。はあ、さ、これで完璧なはずよ。お姉さま、何ですのこれ。ま、見てなさい。はあ、どう？あれ？ちょっとお姉さま、どこへ行ったの？お姉さまってば。どこ探してんのよ。ここよ、ここ。どうなってんの一体。これがおばあさまに教わった時一族に伝わる秘薬よ。これを飲めば一時的に体の色を自由に変えることができるの。名付けて七不死の術。先生もひどいよな。本当、力が余ってるなら水汲みしろだなんて。どうかしたのか。危ない、トライ。あかりのやつ証拠にもなく。あれ、確かこの辺りに気配を感じたんだが。おかしいな。ちゃー、ほら、血祭り。何？消えた。何？七不死の術？時一族の秘薬の一つで、飲むと一時的に体を変化させられる薬だそうだ。そうか。待てよ、さっきはよく見えなかったが、すると今明かりは。スパンパン。血祭り。今回は特別にお前に手を貸すぜ。不気味なやつだな。なんだいそりゃ。任せておけ。赤外線センサーといってな、人間の体温に反応するんだ。こっちか。そんなバカな。完璧に姿は消しているはずなのに。間違いない、ここらにいるはずだ。そういえばなんとなく気配が。こっちか。近いぞ近いぞ近いぞ。
こかって、ありゃこの肉まんのような感触は。ドラえ、足が しまった。薬が切れたんだ。遅いな、ちまつりくんたち。なのあれは。お姉様、これから一体どうなさいますの。ここまで来たらもうやるっきゃないわ。かげり、手を貸して。はい、お姉様。お姉様、私そんなえぐいやり方って嫌いですわ。バカ、忘れたの。えぐいことやるのが私たち忍者の専売特許なのよ。お姉様、ごめんね、ちまつりくん、買い物付き合わしちゃって。なに、お安いご用さ。なんだかお腹が空いちゃったな。ねえ、あれ、あすこちゃんどこ行ったのかな。ごめんごめん、靴の紐ほどけちゃって。ところでさ、ちまつりくん、あれ見せてくれないかな。ん、あれって応答よ、ほら最近騒いでる。あ、あれね、ちょっと待ってて。たけし、応答を出した時があんたの最後よ。ああ、あったあった。今だわ。あ、トラエ。いや、隅に置けないな。デートかい。バカ言うな。買い物に付き合ってただけだ。あ、どうしたの、アツコちゃん。顔色悪いよ。アツコちゃん。あ、お前は。しまった、バレたか。待て。あれ、ちまつりくん、そんなに急ぐと怪我を。あっと、先生。に、あ、やはり。しまった。待て。山口敦子は預かった。無事に返してほしくば、宝刀を持って時屋敷へ来い。明かり、陰り。敦子ちさんと影丸さんが戦った場所。
父さんの思い出だったのね。でかしたぞ。好きな女子を人質に取られては、たけしめ意地でもここへ来ねばならんじゃろって。そうですわね、うん、この屋敷へ引きずり込めばこっちのもの、四十八手のからくりで思う存分さあいざぶるってくりょうぞ。とも変わってないや。そういや昔ちょくちょくこの家へ来て遊んでたよな。あっ、そうだ、忘れてた。この屋敷には至る所にからくりが仕掛けてあったんだ。かかよったな。あかり、かげり、およ、はい、はい、うわっ、なんとこんなクソ。うわまずい、早く出口を探さないと。いや、あれ、時のおじさん、どうして。いや、あかりたちとおばあちゃんが仕掛けたこととはいえ、何か申し訳なくてね。はあ、お、まあ、たけしちゃん、久しぶり。大きくなっちゃって。 おばさん、こっちだ。あ、でも、おじさんとうちの父さんとは敵同士じゃなかったんですか。おい、いや、なんというか、まあ、友情にもいろんな形があるから。あ、はい、たけしちゃん、お茶でも召し上がり。あ、いや、結構です、取り込んでますから。おじさん、おばさん、また今度。待て、たけし。せっかくですから、あなた。うん、せっかくだから。おばあちゃんに教育を任せすぎたのかしら。うん、ちまつりくん、遅い。お姉さま、おばあさまに無断で持ち出して構いませんの。こうなったらもうやる気はないわ、かげり。はい、お姉さん。やる気はないのよ。たけし、あつこちゃん。バカめ、お姉様、止まります。
ばあさん、ばあさんや、すまんがこれをもろてくれんかの。おじいさん、これはあんたが命の次に大切にしてた時一族の宝刀じゃ。まさかあの世まで持っていくわけでもいかんじゃろう。ん、ばあさん、何がおかしい？だって、おじいさんが私に何かくれるなんて、これが初めてなんですもん。ガチに硬直してるからな。あ、バカ落とすなよ。気をつけて運べ。はい、お疲れ様。どうぞ。あ、うん、来てよかったね、あやこ。うん、どうぞ。たけしちゃんが置いてったのよ。おばあちゃんの命の支えを持っているわけにはいかないって。バカめが。葵のあやつもまだ。ちまつりくんはどこ？ん？どこ行ったの？そうね、父さんのところかな。お父さん？何かにちぎる